最近の田川陽介のバス旅は、だいぶマンネリ化している印象。田川自身も年齢のためかミスを連発する緩さで、対決では辻褄合わせのように見える。やらせ疑惑もしょっちゅう指摘されている。そろそろ新しい風が欲しいところでしょうね。とは、テレビ誌ライター。ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅陣取り合戦テレビ東京系についてだが、6月7日の放送ではバス旅番組の歴史の中で初となる珍事が発生していた。旅の2日目、河合文とチームが栃木の宇都宮駅でバス待ちをしていると、喪服姿のスラリとした人物が近づいてくる。河合がと驚いたのも当然の話。なんと、俳優の遠藤憲一だったのである。親族の葬儀で宇都宮駅を訪れた遠藤は、テレビのロケが行われているのに気づき何の番組か、確認しに来たのだという、全くのプライベートで偶然だと話していた。テレビ誌ライターによれば、2007年に田川と恵比寿義和のコンビでバス旅が始まってから16年、今では多くの派生番組も、登場していますが、ロケ中に芸能人と遭遇したことはなかったと記憶しています。しかも相手は大物俳優。バス旅史上最大の驚きかもしれません。わざわざロケ隊に近づくことはせず、スルーしてもよかったはず。それなのになぜ遠藤はやってきたのか。遠藤はもともとバス旅のファンなのでは。河合にバス旅って新幹線口から降りてくるの？などと聞いており、見ていないとこのような質問は出てきませんからね。単に何のロケなのか確認しに来たのではなく、バス旅だから近寄ってきた可能性はある。本人がその気であれば、ゲスト出演もありなのでは前室テレビ誌ライター。田川に代わるリーダーとしても面白いかも？